はいどうも、こんちゃくれです。よろしくお願いします。さあ、ということで、今回は100の質問やっていきたいと思います。はい、ということで、前回質問コーナーをやってから約もう3年ぐらい多分経ってると思うんですけど、先日、インスタグラムの方で、募集をさせてもらいまして、この動画を撮影しています。まあ、3年前に答えた質問と同じ質問ね、もしかしたらあるかもしれませんが、この3年間でね、僕のことを初めて知ったという人にとっては、この質問コーナー見るのも初めてかなと思いましたので、まあ、ぜひね、より僕のことを知ってもらえたらなと思います。じゃあ早速本編でいきましょう。どうぞ。じゃあもう早速回答していきたいと思います。100の質問とか企画でどうですか？今やってます。今後実写動画を投稿していく予定はありますか？まあ特にこの日に決まって投稿とか、まあ、月何本とかっていう、まあ、決まりは特にね設けるつもりはないんですけど、まあ、ちょこちょこ出すかもしれないです。たまにデイがクレイに見えるんですけど、これってクレイ依存症ですか？あ、これ初めて言われた。まあ、確かにこのスペル見るとめっちゃ似てるよね。スマホの壁紙なんですか？マジでおもんない。iPhone のデフォルト。昔はでもなんか中学生ぐらいの頃とかなんか痛いポエムの画像とかしてたの。お風呂の設定温度は何度ですか？42度。いや40度から42度。目玉焼きは醤油派ですかポン酢派ですか？ポン酢派なんていいの？醤油か塩コショウだね。パン派ご飯派。うわーこれ悩む。麺派。インドア派かアウトドア派がどっちですか？インドアでしょ。今年ディズニー行きました。行きました。あ、でも今年 ?2024 年はまだ行ってない。自炊とかしたりするんですか？自炊はしません。身長何センチですか？178センチ。意外とでかいって言われる。最近のマイブームは何ですか？ゴルフの打ちっぱなしって動画撮って、で帰ってきて風呂で自分の動画見返して、でプロの動画見る。おっぱいとお尻どっちが好きですか？理由も。理由？まあ、どっちかって言ったらお尻。年を重ねるとそっちの方が好きになるよって言われてマジでそうなった。寿司のネタで好きなの？ネギトロかいくら。好きな人。最近芸能人だったら、やっぱリンシャンかな。好きなお菓子は何ですか？お菓子食べないんだよな。まあでもグミ系は大体全部好きだね。学生時代モテてましたか？ご想像にお任せします。お年玉最高いくらもらえましたか？でもそんなめっちゃもらったことない。5万円ぐらいかな。K-POP 聞きますか？モモランドとか。はギリわかる。プロスピいつ頃から始めましたか？忘れもしない2015年10月21日リリース日です。プロスピやってて一番しんどかったこと、一番嬉しかったことを教えてください。一番しんどかったのは、パットンを狙ってた時。一番嬉しかったこと、配信のガチャでやっと里崎さん来た時。プロスピを1から始める人へ12球団か純正どちらをおすすめしますか？まあ、でもとりあえず最初は12球団かも。人生1のプロスピでの神引き。まあ、でもやっぱ単発で、今永さんと安崎さん、抜いた時かな。プロスピで持っている中で一番レアだと思う選手は、あーこれ難しいな。2016年に唯一登場している OB の松永さん。プロスピ以外は普段何をしてますか？まあ、配信などね、結構その時その時の流行りのゲームやったりとか、多分この動画が出てる頃には多分龍が如く8が発売目前だと思うので多分やってます。プロスピに実装されてほしい機能、まあ、やっぱ監督モードしてほしいかな。クレイさんどうしたらオーダー強くなりますか？時間かけましょう。もしクレイセレクションのガチャ開催になるとしたらどの選手を選びますか？OB と現役関係なく。僕がプロ野球を見始めて一番好きになった元木大輔さん。もし自分がプロスピに出たら何の特能がつくと思いますか？内野安打丸。いつからベイスターズファンですか？なぜベイスターズファンになったんですか？2014年か15年とかなのかな。ちゃんと認識した自分の中で、あ、好きだなと思ったのは、まあ、このなぜベイスターズファンにっていう理由にもつながるけど、やっぱりあの中畑さんになってからのベイスターズの試合がめちゃくちゃ面白くて、やっぱり最後の最後まで何があるかわからない野球、そこに惹かれました。クレイさんにとってプロスピとは？人生。プロスピのモチベーション維持の方法、無理にやらない。無理してね、義務感になった瞬間に終わりだと思います。ベイスターズファンになったきっかけって何ですか？言ったね。まあ、さっきの理由にプラスもう一つ言うんだったら、ハマスタでバイトしたのがやっぱり大きかった。一番好きな野球選手は誰ですか？一番好き、今一番好きって難しいな。人間性含めて一番最高だなと思ってるのが山崎康明選手です。メジャーで好きなチーム、うわこれも今むずいな。去年はねちょっとエンゼルスめっちゃ応援してた時期もあったんですけど、まあ今は特にないかな。子供の頃はでもヤンキース応援してた。クレイソンはどこの球場が一番好きですか？現実でもゲームでも。そりゃハマったでしょ。牧新キャプテンへ一言お願いします。でもキャプテンになっても変わらず同じキャラでいてほしい。球場で見かけたら話しかけてもいいですか？周りの人に迷惑にならなければ OK です。生まれ変わってプロ野球選手になるならどのポジションで何番打ちたいですか？セリーグ想定。まあでもやっぱセカンドかな。セカンドで2番。プロ野球のキャンプ見に行ったりしますか？キャンプはね実はあんまり行ったことがなくて、ずっといつか行きたいと思ってる。今まで現地で一番楽しかった野球の試合って何ですか？うわーむずいな。でもなんか改めてふつふつと
価値が上がってきてるなと思うのは日米野球、ギータがサヨナラホームラン打った日米野球の時が一番面白かった。注目してる野球選手、これはね、今年はベイスターズ小園選手と深澤選手です。この二人はマジできます。投げてみたい変化球、これはね、デビン・ウィリアムスばりのチェンジアップ。今年の優勝予想は、むずいなぁ。ガッチの予想でんだったらやっぱり阪神は圧倒的に強いと思うし、パリーグは、俺結構でも日本ハム面白いと思うけどね、今年。話してみたい選手教えてください。筒香嘉智選手。有馬記念で本命ドウデュースを信じられず10万負けました。厳しい言葉をください。引退しろ。今年一番恥ずかしかった事件はありますか？スピちゃんの解説の時に、北海道のイメージを聞かれて、何にも出てこなくて寒いイメージって言ったこと。ガチコーデが見たいです。こちら。兄弟はいますか？妹がいます。3つ下。今受験シーズンですが、クレイさんはどんな勉強をしていましたか？やっぱね、得意な教科をめちゃくちゃやりたくなる気持ちはめっちゃあったんだけど、それをなんとか押し殺して苦手な理数系を頑張ってました。小さい時のスポーツは何をしていましたか？野球一択。白に染めたきっかけ、これはね、僕がもうずっと7年、8年ぐらい、高校の卒業式からずっとね、切ってもらってる美容師さんがいるんですけど、その人に、まあ、なんか髪色、ちょっと変えたいという相談をした時に何が似合うかって言ったら、日焼けとかなかなかしない、肌が白いんで、まあ、明るい髪、ハイトーンで白よりがめっちゃ似合うと思うっていうおすすめをされてずっとこれです。髪色変えないんですか？まあ、でもいつか変えてもいいかなとも思ってるけどね。いつこの白をやめるか、逆にね、ちょっと難しくなってる。恋愛対象にならないという理由で振られた場合、諦めた方がいいですか？それは諦めた方がいいかも。一生生活するならVIPさんか里崎さんか。すごい質問だな。でもどっちもうるさそうだな、毎日一緒にいたら。僅差で里崎さん。自慢できることは何ですか？日本一周したことあること。大学生におすすめのブランド、いやそれはもう工事一択でしょう。まあ、僕がね、本当にこだわって作ってるアイテムばっかりなので、ぜひ一度手に取ってください。アパレル始めようとしたきっかけ。まあ、僕も根本的には服のコーデとか考えるのあんまり好きじゃなくて、できるだけ簡潔におしゃれに着たいっていう。まあ、それをこのコーチで実現できたらいいなと思ってスタートしました。何ケーキが好きですか？まあ、チョコケーキかアイスケーキ。乃木坂と桜坂で好きなメンバーはいますか？まあ、共演させてもらったメンバーはめちゃくちゃみんな可愛かったんですけど、それ以外であえて言わせてもらうんだったら、一回ね、あのライブを招待していただいて見に行った時に、林瑠奈さんがめちゃめちゃ可愛いなと思いました。ゴルフ練習行ってますか？2024年のゴルフの目標は、ゴルフはめちゃくちゃ行ってます。2024年の目標は、とりあえずまず100を切って欲を出して80切り。一番得意なクラブは何ですか？またドライバーの飛距離最高どのくらいですか？一番得意なクラブは多分7番アイアン。ドライバーの飛距離はトラックマンで測った時に最高274。僕が使っているゴルフボールやグローブがたくさん余ってるんですが、送ってもいいですか？ぜひここに送ってください。ゴルフを始めるのにいくらかかりましたか？でもなんだかんだやっぱね、ゴルフってお金かかるなと思った。まあでも多分15万とか20万ぐらいじゃない？でも安く整えるんだったら多分5万から10万円で多分全部揃えられると思います。ペットって飼ってますか？飼いたいですか？ペットはね、人生で一回も飼ったことない。26年間生きてきて一回も飼ったことない。アレルギーっぽいんだよね。それがなかったら飼いたい。USJ とディズニーランドならどっちが好きですか？ディズニー。子供時代にやり残したこと、悪さ。好きな YouTuber、 よく見る YouTuber いますか？やっぱり里崎チャンネル。ここ最近のアニメで完成度が高いと感じたアニメ教えてください。まあでも再現度っていう、リアルの再現度っていう意味で、ウマ娘はめちゃくちゃすごいと思った。歌ってみたら出さないんですか？出さない。最近ハマった漫画は、マジで漫画読まないからコメントで教えてほしい。髪のこだわり教えてほしいです。毎日ムラシャン。学生時代に一番びっくりしたことは、20代だと思ってた保健の先生が40歳だった時。学生時代好きだった教科、社会。おすすめのダイエット食を教えてください。これね、マジで蕎麦が最強。カラオケに行くことは好きですか？行くことがあればお箱を教えてほしいです。まあでもカラオケ行くよりボーリング派かも。20歳になったんですけど、20歳になってやってよかったことありますか？投資。どんな財布使ってますか？こういうね、カードも入るマネークリップ使ってますね。これめっちゃ便利。 B リーグって見ます？ B リーグ見ないんだよな。なんか大人の趣味って感じでいいよね。一番好きな歴代競走馬は、あとその馬の一番好きなレースは何ですか？でもなんだかんだやっぱゴルシかな。で、2012の皐月賞。朝起きて一番にすることは何ですか？矯正器具を外す。エビナのいいところ、エビナのいいところはサービスエリアがでかい。大晦日の過ごし方は、まあでも今年は WBC ファイナル見てましたね。年齢公開して後悔してる、これ多分うまいこと言ってる気になってるやろ。後悔は全くない。世界の誰とでも飯行けるなら誰と行くか、大谷翔平。好きな女性のタイプは何ですか？ハイトーンが似合う女性、よく笑う人。撮影の部屋の機材全てで何万円してますか？
3桁以上。 CX5 まだ乗ってますか？乗ってる。でもそろそろ乗り換えかなーっていう時期ではあるね。 YouTuber じゃなかったら何してたと思いますか？まあでもゲームは好きだったし野球も好きだったから、多分何かしらこれに関わる仕事はしてそう。コロナも明けましたし、クレイさん主催のオフ会祭ありますか？こうご期待。クレイさん10年後はどうなっていると予想しますか？子供とキャッチボールしてたい。武勇伝ありますか？まあ、強いて言うならドイツで酒に潰れて道端で寝たこと。動画投稿を始めたきっかけ。当時プロスペースの動画投稿者、まあ、何人かはいたんですけど、めちゃめちゃ詳しい解説系をしてる YouTuber がいなかったので、これはいけると思って始めました。 YouTuber を引退したら何をしたいか考えていますか？でも今と変わらず時間に縛られない生活をしてたいね。2023年買ってよかったもの何でしょう？やっぱ椅子かな。エルゴヒューマンの十何万する椅子を買ったんですけど、それはマジでめちゃめちゃいいです。自分を漢字一文字で表すとしたら、やっぱり魂、スピリッツでしょ。死ぬまでにやりたいこと、世界10カ国ぐらいは行ってみたいかな。座右の銘は継続は力なり。今までで一番楽しかったことは、まあでも直近すぎるけど、やっぱグアム旅行めっちゃ楽しかったな。3年前と比べて変わったこと、3年後の自分に一言。もう結構病弱だったんで、まあ、そう考えたらね、結構体免疫ついたな、体力ついたなって思うんだけど、まあ、それと、まあ、なんでそこと比べたらやっぱり風邪ひかなくなった。でもその分丸くなった。3年後の自分に一言は、さすがにそろそろ健康診断毎年行こう。はい、ということで以上、今回は100の質問、3年ぶりに質問コーナーやっていたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ、本当にたくさんの質問いただいて、全然答えきれてないんですけど、まあ、答えきれなかった質問に関しては随時ちょっと TikTok の方とかでもね、上げていきたいなと思いますし、またちょくちょくインスタグラムの方でもまた質問募集して、今度ストーリーとかでもね、まあ、暇な時に回答しようかなと思うんで、ぜひ、各種フォローよろしくお願いします。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひこの動画楽しんでいただけた方、クレイについてより理解できたよって方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。